さて今回はライブ告知になります。ゴールデンウィーク5月と6月のライブですね、僕のリーダーのライブがありますので、それを紹介したいと思います。まずですね、高槻ジャズストリートですね、毎年ゴールデンウィークの5月の3日と4日の2日間にわたってで行っているものですね。 JR 高槻駅と阪急高槻市駅近辺でですね、確か60以上の会場でですね、いろんなところで演奏が繰り広げられます。それで今年でね、25周年ということで、実は僕は2回目から出てるので、だいたい23回ぐらいは確か出てると思うんですけど、今年のですね、2023年の僕の出演はですね、5月3日になります。場所が阪急高槻市駅高架下広場になります。それで時間は4時ですね。それで三木俊彦トリオということで出ます。でメンバーはベースが斉藤慶志郎で、ドラムスが松田ゴリヒロシ、去年と同じメンバーで出ます。このねメンバーで、しばらくねやってまして、ギターを入れたりとかいう場合もあるんですけれども、サウンドがねすごくいい感じに仕上がってきています。当日演奏する曲は僕のオリジナルとジャズのスタンダードナンバーをお送りしたいと思います。演奏時間45分ですね。実質40分ぐらいの演奏になると思いますけれども、非常に毎回盛り上がっておりますので、ぜひお越しください。あと、ね、もう一個の方のライブはですね、6月の4日ですね。これは僕のホームグラウンドといえる神戸元町にあるシアタージャジというライブハウスでやります。でメンバーはですね、ちょっといつもと違うメンバーでやります。僕とですね、ドラムの松田ゴリヒロシは一緒なんですけれども、ギターに藪下岳くんですね、とベースに西川聡さんをお迎えします。藪下くんはこう仕事という形でやるのは2回目ぐらいですかね。すごく素晴らしいギタリストで、ジャンルもね問わず、幅広く何でも弾けるようなタイプの子です。非常に楽しみにしてます。であとベースの西川さんは、この方もですね、ドラムの松田ゴリヒロシさんと同じぐらいの付き合いになります。もう20年以上の付き合いですけど、僕は駆け出しの頃から非常にお世話になっている方で、関西を代表するですねベテランのベーシストですけども、この方もねものすごく柔軟性があって、ジャンル問わずですね、何でも恋の方です。この方はですね、僕はもう本当に素晴らしいと思ってるんですけども、なんといってもねソロがですねすごいんですよ。この方のベースソロは本当にメロディックで、展開力もあってっていう感じで、本当に皆さんに聴いていただきたいと思っております。でいつものゴリさんも信頼と安定の、素晴らしいゴリさんですけども、それと僕とで、カルデットでやります。でこれがちょっと先ですけども、6月4日の日曜日の午後のライブになります。2時スタートのライブになると思いますので、ぜひ皆さんお越しください。ウェブサイトにはまだちょっと情報は載ってないんですけど、予約は可能ですので、ぜひチェックしてみてください。ということで短くなりますが、5月6月のライブ情報になります。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。